東京サンスポー60周年おめでとうございます。今年もたくさん取り上げられるように頑張ります。本日は誠におめでとうございます。こんにちは、プロゴルファーの岩井明恵です。岩井千里です。サンケイスポーツ60周年おめでとうございます。おめでとうございます。サンスポ女子アマに出場していました。2人でベストドレッサー賞を取ることができて、とても思い出深い試合です。今年2人優勝できた時は一面よろしくお願いします。これからも頑張ってください。元日本代表ゴールキーパーの小島伸幸です。東京サンケイスポーツ60周年おめでとうございます。私がサンケイスポーツと関わりを持ったのが、ドイツ大会この辺りからだったと思います。20年近くになりますけれども、サッカーがこんなにね、スポーツ紙取り上げられることっていうのは僕が子供の頃っていうのはほとんどなかったです。サッカーの皆様の関心というのがね、非常にこうひしひしと伝わってきております。またこれからも面白いコメントをどんどん出していきたいと思ってます。よろしくお願いします。東京サンスポ発刊60周年誠におめでとうございます。横山瑠璃香です。私は2016年から日曜日版のサンケイスポーツの紙面にて瑠璃香の当たりますようにというコラムを連載させていただいております。もうかれこれ7年ぐらいお世話になっているわけなんですけれども、競馬を知り始めたのは2014年の競馬予想 TV という番組に出演することをきっかけに勉強し始めたんですが、それまで私趣味が何一つなかったんですけれども、その勉強をきっかけに競馬の魅力にどんどんハマっていって、そしてサンスポさんでも紙面を任せていただくようになりまして、今担当しているラジオの方でもそのサンスポさんのコラムを読んだスタッフさんからぜひ競馬部というコーナーをやってほしいということで、今競馬部というコーナーを担当しております。本当に私の大好きな競馬、その他にもたくさんスポーツだったりエンタメだったり毎日を豊かにしてくれるサンケイスポーツをこれからも全力で応援しております。サンケイスポーツさん60周年誠におめでとうございます。横浜 DeNA ベイスターズ監督の三浦大輔です。サンケイスポーツさんには本当に、昔から、選手現役の頃から大変お世話になり、監督になってもそうですし、今娘もお世話になっています。60周年、70周年、80周年と、もっともっと DeNA ベイスターズが取り上げられてもらえるように、スポーツ会を盛り上げてもらえるようによろしくお願いいたします。この度は誠におめでとうございます。東京サンケイスポーツ発刊60周年おめでとうございます。僕もですね、サンケイスポーツ30年間お世話になってます。阪神タイガース弾丸の虎をですね、虎の通信簿、毎試合書かせていただいてるんですけど、なんとこの30年間で1985年の日本一は30年以上前ですから、まだ僕は書いてないですからね。ということは、12球団で唯一阪神だけサンケイスポーツの優勝の記事を、扱ってないということになるわけですね。ですから、30年ですけど、サンケイスポーツに阪神タイガース日本一の記事が載るまで、50年、60年、いや、あと100年でもですね、お付き合いさせていただきますんで、それまで、末永く頑張っていただきたいと思います。本当に今年はおめでとうございました。サンケイスポーツ創立60周年おめでとうございます。
私もファンの頃からサンケイスポーツはよく見させていただいて、競馬の面白さを学ばせていただきました。この今の競馬を、支えてもらっているのもサンスポがあってのものだと思ってます。これからも頑張ってください。江本武則です。東京サンスポ60周年、誠におめでとうございます。なかなかこの業界も厳しいとかなんとか言われながらも、私を42年間も、サンケイスポーツに使っていただきましてありがとうございます。誠にいい会社でございます。さほど大したお役にも立てませんが、まあ私にとっては、野球の解説者としての、なんていうんですかね、柱と言いますかね。まあ、テレビやラジオでペペッと喋る部分と違って、新聞の場合は、コメントしても何でも永遠に残りますから、残るというその一つのですね、まあ柱になっているというところでね、私がまあ最も、自分の解説者生命をかけてと、ちょっとオーバーですけどね、ステータスというふうに自分自身の中でね、常に思っております。まあ、長いことやってますからね、多少はいい加減なことも言ってますけど、それをうまくまとめてね、こいつはいい加減なこと言ってるなと思いつつも、優秀な、記者の皆さん、よく飯食う人たちばっかりですけど、酒も飲むしね。でもまあ、この人たちが、まあ、私のために、その間違ったというか、飛んでいってしまいそうな、言葉やら、そういったものをですね、またその本当の表現とか、そういう言いたいことをね、うまく、このいつも書いていただいてね。まあ、それをある程度、まあ、読者の皆さんにもね、ある程度、まあ、評価されるということですけども、これはまあ、私の力というよりも、まあ、そういう、サンケイスポーツの柱であるね、肘を書くという、その、ものを書くという中でね、人の気持ちをきっちり捉えてくれるというところが、やっぱり出てるわけですね。で、私はやっぱりそういう意味でね、大変感謝しています。私ももう75歳になりますが、今年76歳になります。まだまだ、頭は、まあ、そんなに、ボケずにですね、ピリッとこの仕事を頑張ってやりたいと思いますが、まあしかしそのためにもですね、とんちんかなことを言ってね、何書いていいか分かんないとか言われたら困るんでね、自分のこれから頑張ってやれる、なんていうんですかね、一つの糧にもできるというかね、この仕事をさせていただく以上はですね、自分の健康も含めてね、私はまあ非常に頼りに、してる仕事でございますんで、60周年と言わず、まあこれ永遠にやったら何周年なのかわかりませんが、早い話がですね、かつて長嶋茂雄さんは還暦の60年の時に、お祝いの言葉に、第1回目の還暦ですがなんて言いましたけどね、2回も3回もあるそうでございますだから、まあそういう意味でね、まあいろんな厳しいご時世だと思いますが、それを乗り越えつつ、まだ我々のような末端の人間も、面倒見ていただいて、共に、私たちも頑張っていきたいと思いますので、ぜひともですね、サンケイスポーツ、ますます頑張っていただきたいと、思っております。お祝いの言葉にしては言葉足らずで申し訳ございませんが、ぜひとも、今後もよろしくお願いいたします。誠におめでとうございました。